デラガヤは、主として、愛知県名古屋市近郊で開催されるイベント名。2016年9月に、名古屋で発足。2016年9月、ザ・フォレスト・オブ・ロールドにて、初回公演。2017年10月8日のデラガヤ、名古屋かなトークショー、大作都市お茶、うーんにて、デラガヤ、公式キャラクターの、デラと、ガヤの発表。 主に声優や2.5次元俳優のトークを中心とした内容。イベントの内容は基本的にはクローズドであり、各広告媒体を利用した宣伝や公開、発表、また円盤化をしていない。これは来てくれた客に対して、その時だけの特別な時間を過ごしてもらいたいことを理由にしたものである。1日に講演の場合、両部ともに内容が異なるのも特徴。 名古屋飛ばしが一般化している昨今、多くの人々が名古屋に訪れてほしいという、プロデューサーの思いから発足。声優の岸尾大輔がホストを務める名古屋かなトークショーでは、毎回異なるゲストを迎えて、名古屋に関連したオリジナルなトーク内容による興行を行っている。2018年10月に、女性声優だけの出演による公演も開始された。また、 名古屋以外の地域に出張して開催されることが、時々ある。青にプロダクションに所属している、岸尾大輔が、デラ名古屋を面白くするがやの意味を込めて命名。デラ、がやは、どちらも名古屋弁。また2018年2月4日に行われたデラがや、名古屋かなトークショー、大作とエグーにて、オープニングトーク冒頭にて、岸尾大輔より、声優が、 ガヤルとお客さんがガヤガヤすると発言し、後付けながら新しい意味を含むこととなった。ありがとうございます。